やも、アンドのコウさんです。本日はバンズの新作スニーカーのご紹介です。もう情報リーク時点から目をつけてたモデルだったんですけど、またビリーズキョットさんの方お邪魔させていただきまして、実物見たらもうやっぱりめちゃくちゃかっこよかったんで速攻お迎えさせていただきました。あ、そうや、あと関係ないんですけど、インスタ個人アカウントの方作りましたので、またよかったらこちらフォローお願いします。じゃあ早速スニーカーの方紹介していきたいと思います。バンズスリッポンプロ、ユージーアーマーとシグナイトからデイブレイク。スリッポンプロ、リジーアーマーとシグナイトからデイブレイクでございます。どうですか、いい色でしょうすごく配色がいいスリッポンタイプのモデルになっております。僕この靴がスリッポンプロ初めてのモデルになります。スリッポンプロデビューしちゃいました前別の動画でスリッポンのプロ仕様のモデルはクッションの厚みの関係で浅くて脱げやすくなってしまってるんで持ってないですってお話してたんですけど、僕の好みドンピシャのモデルが出ちゃったんで、チャレンジの意味も込めて購入してみました。試着した感じだとやっぱり脱ぎやすさはあるんですけども、通常のスリッポンでもある程度フィット感の甘さっていうのはあるんで、そういった履き心地に慣れてる方やったら気にならないレベルなのかなとは思います。細かいところ一つずつ見ていきたいと思います。まずはこのモデルの配色ですね。アッパーの部分がスウェードのパープルで、サイドがキャッパスのパープル、タグもパープルになってまして、後でご説明するんですけども、ヒールの部分にこのモデルの開発に携わったリジーアーマントのサインが入ってます。これ僕も分からないんですけども、インソールに招き猫が描かれてて、多分リジーアーマンドさんのイラストなんかな。胸の部分にサインも入ってますね。ソールはブラックで、サイドテープ部分にチェッカーフラッグが同じくブラックで印刷されております。同じ黒で印刷されてるっていうのがめっちゃかっこいいっすね。でヒールタグがプロ仕様のオブザボール、いいっすね。このブラックソールに赤のヒールパッチっていうのがめちゃくちゃかっこいいっすね。小指部分にはアウトソールが拡張したような形でオーリーガードがついてる仕様ですね。まあ、アッパーもスウェードで、サイドオーリーガードもラバーでついてるんで、実際にスケートボードに使っていただいても活躍できるようなスリッポンになっております。いやめっちゃかっこいいっしょ。もうこのパープルの配色でアウトソールがブラックっていう時点でかなり目を引いてたんですけど、プラスアルファでこれね、なかなか分かりづらいんですけど、このアッパーのパイピングされてる部分ですね、ここをパープルのリフレクになってるんですよ。画像で見た段階だと気づいてなかったんで、結構実物見て目を引きましたね。めっちゃ可愛いこのモデルはリジーアーマントっていうバンドチームに所属する女性のスケートライダーの方がシグナイトしたカラーリングモデルなんですけども、そのリジーアーマントっていう選手がめっちゃかっこいいんですよ。一部ネットメディアとかでは美人すぎるスケーターっていうタイトルが付けられてるぐらい、もう非常に可愛らしい女性のライダーの方で、現在26歳やったかなのライダーの方なんですけども、可愛らしい方なんやけども、実力も折り紙付きっていう選手が作られたモデルですね。もともと弟の影響でスケートを始めたらしいんですけども、非常に運動神経が良くて、すぐさまさまざまな大会とかで結果を残されたんですね。2020年の東京オリンピックにアメリカのライダーではあるんですけども、母国のフィンランドのスケートチームの代表の一員として選抜に選ばれております。もうそれぐらいもう実力は折り紙付きのライダーですね。いやめっちゃかっこいいですよ。あのクリップ見てほしいですね。バンズのリジーアーマントについてキャバレロやったりとか、誰だったっけ、マイク・マクギルやったっけな、マイク・マクギルやったかジェフ・グロスとか忘れたんですけどが、リジーアーマントについてる喋ってるクリップであったりとか、スワッシャーが出してるリジーアーマントのムービークリップ、あとはループっていう1回転スケボーで1回転ぐるっと回って戻るっていうトリックを成功させたりしてるクリップがあるんで、それはねめちゃくちゃかっこいいんで非常におすすめなんで、ぜひぜひ検索して1回見てみていただければおすすめです。まあそんな美人で可愛らしくて実力を持ってられるリジーアーマントっていうライダーさんが作られた、配色のモデルですね。これと同じ配色パターンでスケートハイのプロ仕様モデルも販売されてるので、そちらもよかったらぜひぜひチェックしてみてください。これまだ4月中旬に国内販売のモデルなんで、
気に入った方はね、まだ探したら全然あると思うんで、ぜひチェックしてみてください。いや、いいなぁ。これがスリッポンプロ初でよかったっすわ。まあ今回のこのモデルはスリッポンプロっていうモデルありきで、リジーさんがまあ配色とかパターンを決めて作られたシグネイトカラーのモデルなんですけど、将来的にね、リジーアーマンともシグネチャーモデルを出してほしいですね。リジーアーマンとしては自分の好きなスケートシューズを着かろうって答えてるインタビューがあったんで、ぜひそういった形とかで自分のモデルとかを出してくれはったら嬉しいなって思ってます。ぜひそれで出たらファーストモデルは欲しいところですね。今ね、このモデル含めてスリッポンプロすごいいいモデルが出てるんで、正直これ言っちゃって売れちゃって自分の分がなくなったら嫌なんですけど、アンタイヒーロー、スケートブランドアンタイヒーローとのコラボモデルのスリッポンプロ、今めちゃくちゃいいカラーリング出てますね。あれなんか実物見たら欲しいでしゃあなかったけども、こっち買うんやったらさすがに我慢せな怒られるので我慢しましたけど、あれもめっちゃいいな。スリッポンプロ履き心地が浅いっていう点が気になってどうしても敬遠してたんですけども、まあ、一回正直買って履いちゃえば、まあ、まだ履き込んでないんで何とも言えないですけども、抵抗ってなくなるもんですね。大好きですねこのモデル。いいっすよこの毛足の短いスウェードの触り心地。たまらんっすね。パープルのこのスウェードかわいい。ただデメリットとしてはやっぱりスリッポンプロってそのシューレースがないので、フィット感っていうのは初期の状態ではきつめに設定されてるんですね。まあ馴染んでくる分があるんですけども、やっぱりそれでも若干通常のモデルよりかはスリッポンって狭めだと思います。でなおかつこのモデルはワイズの部分にオーリーガードのラバーがついてますので、通常のモデルよりかはワイズ横幅の部分では少し狭めかなと思います。幅だったりでスニーカーを選ぶ際に悩まれる方はちょっとその点だけは注意した方がいいかなと思います。はい、あと僕とかは普段が結構車での移動が多いんで、まあ、スリッポンだと脱ぎ履きが楽ちんで脱げやすさとかもあんまり関係なかったりするんですけども、やっぱりこのスリッポンプロの浅さと脱げやすさっていうのは長時間歩く際とかに履いてるとしんどいんじゃないかなと個人的には思うんですけど、まあそれは履く人の感覚次第なので言い切れないですけど、ウォーキングシューズでもランニングシューズでもないんで仕方ないですけども、長時間履くのにはちょっとしんどいかもしれないですね。いやマジでね、いいモデルっすよ。この靴のデザインを気に入った方はよかったらリジーアーマンドっていう方も一回調べてみてください。配色だけじゃなくて作られた方とかのことを知るとね、やっぱり愛着増すんで非常におすすめです。特にリジーアーマンドはこれからのスケートシーンの中で女性のスケーターっていう方の中でも中心に必ず存在するであろう選手なので、チェックしてみて損はないと思います。本当にムービーかっこいいのでぜひぜひ見てみてください。美人すぎるスケーターシグネイトカラーのスリッポンプロでした。はい、本日は以上です。最後宣伝です。今日着てるのはアンドソフトウィールライトブルーのモデルでございます。身長168センチでこれがサイズ L ですね。ちょっとゆったりです。かなり緩めで普段やったら M ぐらいがちょうどいいんですけど、まあ L だとちょっと首元も緩くなっちゃうんですけども、ちょうどねこれ僕がミスプリしちゃって失敗作なんで、背中のイラストがめちゃくちゃ可愛くなってるんで、よかったらぜひ概要欄のホームページからチェックしてみてください。今ちょっと5月2日3日の東京でやるラブサミに向けて少し忙しくて1日あんまり時間が取れてないんで、近々またスケボーの動画もアップするんで待っていただいてる方はもうちょっとだけお待ちください。インスタやったりとかツイッターで僕らの服買っていただいた方のやつとか見てるんですけど、めちゃくちゃスケート上手くなってはったりとかするんですよ。もうなんかめっちゃ楽しそうにしてはって羨ましい限りで、負けてられないんで僕も早く練習したいです。半袖1枚でいけるような時期にもなってきましたので、これからゴリゴリ練習したいかなと思ってます。それじゃあですね、この動画良かったなっていう方はいいね、リジーアーマンドの動画見たよめっちゃ可愛いじゃんって思った方はぜひコメントお願いします。この動画良かったなっていう方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございます。それでいけそう。大丈夫そう。ごめんなさい。あ、悩むな。ライトハウスも行って多分分かってます。うわ、これいいや。あざす。いいっすね。